バラ星雲。画像のほぼ中央にストレームグレン玉が見られる。理論天体物理学では、O 型や B 型の若い恒星の周りに電離した水素の玉が形成されうるとしている。この理論は、1937年に、ベンクト・ストレームグレンが提唱し、後に、彼の名前からストレームグレン玉と呼ばれるようになった。バラ星雲は、非領域の気線星雲の、 このタイプの天体として最も顕著な例である。スペクトル型が多か B の非常に厚い構成は、特に紫外線領域の非常にエネルギーの高い放射を出し、構成の周りの中性水素を電離させる。この状態の水素は H2 と呼ばれる。しばらく後に自由になった電子はこれらの水素イオンと再結合する。この際、エネルギーは単一の格子ではなく、 より低いエネルギーの一連の光子として再び放出される。光子は恒星の表面から外側に移動するにつれてエネルギーを失い再び電離に貢献することができない程度になる。そうでなければ恒星間の物質はすべて電離してしまうことになる。ストレームグレン玉はイオン領域を傷つする理論的な構造である。1939年にベンクト・ストレームグレンが提唱した。 最初の最も簡単なモデルは、所有の密度の生感物質の表面の所有の温度と高度の上で、単一の構成からの電磁放射の効果を計算するものだった。計算を簡単にするため、生感物質は均質で全て水素で構成されていると仮定した。ストレームグレンによる公式は、構成の高度と温度の関係を記述する一方、周囲の水素ガスの密度との関係も記述する。 これを用いると理想的な電離領域の大きさがストレームグレン半径として計算できる。またストレームグレンのモデルはストレームグレン玉の端で電離度が非常に急激に低下することも示す。これは電離水素と中性水素の間の繊維領域がストレームグレン玉全体の大きさと比べて非常に狭いという事実のためである。常実の関係は以下のように書ける。 ストレームグレンのモデルでは、ストレームグレン玉は、ほぼ完全に自由光子と、電子から構成される。非常に少量の水素原子が存在し、その密度は表面に向かって、ほぼ指数関数的に増加する。玉の外では、原子の周波数の放射がガスを強く冷やし、光成からの放射が原子に強く吸収される狭い領域のように見える。したがって、ストレームグレンのシステムは、 明るい光星が放射の少ない物質に取り囲まれているように見え、観測が難しい。ストレームグレンの説明では、このからは水素の共鳴線のみを吸収し、利用可能なエネルギーは低い。光星が超新星爆発を起こすと、放出される光は数百系の温度に相当し、いくつかの周波数が融合して、水素原子の共鳴周波数を作る。したがって、 恒星から放出されるほとんどすべての光が吸収され、恒星から放出されるほとんどすべてのエネルギーが接線方向に増幅されて長期度光線となる。ネックレス成分は美しいストレームグレン玉であり、名前の由来となった円形に並ぶ塊で構成される。この塊はストレームグレン玉の殻からの放出物に相当する。内部の構成は暗すぎて観測できない。 超新星残害 1987A では、ストレームグレン柄は、砂時計のように中央がくびれ、突出部は3つの真珠ネックレスのようである。ストレームグレンのオリジナルのモデルとマクロウによる改良モデルのどちらも、ゴミや多重星、詳細な放射輸送その他の動力学的な効果は考慮していない。1938年、アメリカの天文学者であるオットー・シュトリューベとクリス・エルビーは、 白鳥座とケフェウス座の気仙成分の観測結果を公表し、その大部分は惑星上星雲とは異なり、中心に明るい恒星がなかった。彼らは必要なエネルギー源として O 型星と B 型星の紫外線放射を主張した。1939年、ベンクとストレームグレンは、星間水素の電離トレ気キの問題について取り組み、 これがストレームグレンダマの概念を提唱する論文となった。しかしこれは1937年に発表した自身の以前の論文をなぞったものであった。2000年、ピーター・マクロウは空洞を許容する改良モデルを公表した。この空洞は構成風や超新星によって形成されうるものである。このモデルから得られる姿はオリジナルのモデルと比べて 多くの実際の非領域と近いものであった。ありがとうございます。